思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。ヘーングロッテン前に行きそうです。ポタジュそれに続いています。さらにはマリア・エレーラ1番アラタ、その後ろ先手を取ったのはマリア・エレーラ、ベローチャオロ、そのうちに続いています。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。その外にヤマニンサルバグ、プログノーシス、それに続きます。その隣にルビーカサブランカ、すぐ隣にディープモンスター、その横にグランオフィシー、その後ろからはワンダフルタウン、内からはタヤヤッコ、しんがりからバイオスパーク。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。10番マリア・エレーラ依然として先頭、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。先頭は依然としてマリア・エレーラ、ヤマニン・サルバング、ほとんど差がありません。間を挟んでベーングロッテン3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はマリア・エレーラ、ヤマニン・サルバング続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マリア・エレーナ先頭、前に迫るヤマニン・サルバグ、外からペイングロッテン、残り 200m、 マリア・エレーナさらに足を伸ばす。マリア・エレーナ粘る、プログノーシス差し切った、プログノーシス、プログノーシス1着、2着にはどうやらペイングロッテン、3着にポタジェ、プログノーシス、見事このレースを制しました。